システム開発に疲れた時にやって効果があったこともう疲れた仕事しんどすぎる納期に追われるの辛すぎるお客さんから毎日怒られるのもう嫌だ開発の仕事ってほんと大変ですよね私もなんでこの仕事を選んでしまったんだろうって思ったことが何度もありますもうシステム開発の仕事はやめたい別の職業に転職したいという方もいらっしゃるかもしれませんですがその辛さって開発作業の辛さじゃなくてスケジュールのきつさお客さんやチームのメンバーとの人間関係 の問題だったりしますよねそこで私がやって効果の高かった対処法を紹介します仕事を始めた頃を思い出してみる仕事を始めたばかりの頃はシステム開発って面白いすごいソフトウェアを作れるプログラマーになりたい海賊王に俺はなるって思ってましたよねそれをもう一度思い出してみてください開発作業自体は面白いことが再認識できるはずですいやいやもはやソフトウェアの開発作業自体もつまらないよ同じことの繰り返しで飽き飽きだという方もいらっしゃるかもしれません では、仕事で使うちょっとしたツールを作る時を思い出してみてください。ソースコードや設定ファイルの自動生成ツールや Excel VBA で作業をちょびっと自動化するようなプログラムです。こういうプログラムを作るのって楽しいですよね。作業が効率化できる喜びももちろんですが、プログラムを作る面白さがありますよね。そうです、プログラムを作るって楽しいんです。新鮮さを取り戻すには、個人的なツールを作るのは楽しいけど、納品するシステムの開発は楽しくないという方は、その職場に長く居すぎているのかもしれません。 配置替えを希望すするのもいいいですがが転職した方が良いと,思いますというのも、同じ会社内のプロジェクトはどれも似たものが多いと思いますし、仕事をするメンバーも良くも悪くも似たような人が多いでしょう。これは本来悪いことではありません。それがその会社の特徴であり強みですからね。ですが、仕事の新鮮さを失ってしまったあなたにとっては良くありません。転職すると、仕事の内容、作るシステム、使う技術、仕事の進め方、働く場所、仕事をするメンバー、など仕事環境が変わることで、仕事を始めた頃の新鮮さを取り戻せます。 疲れすぎてる時は休息が必要、新鮮さ云々より、もうほんと疲れてて何もする気にならないという方は、少し体を休めた方がいいかもしれません。私は転職先を決めてから、次の会社へ入社するまでの間に1ヶ月休みを入れたことがあります。転職先を決めてから入社日を後ろに1ヶ月延ばすことで、転職先を確保した状態で休暇に入れます。会社にもよりますが、この1ヶ月で余ってる有給休暇を消化できれば、有給で給料をもらいながら1ヶ月休むことができます。 私が以前勤めていた会社は退職願いを出したら会社の方から最後の1ヶ月は残りの有給消化にしていいよと言ってくれました。こういう会社は多いと思います。転職先を決めずに退職すると再就職できるか不安な気持ちが湧いてしまってゆっくり休めないという方もこの方法を使えば安心して休暇を楽しめます。